早く逃げていればこんなことには。ミノの不穏、この山奥にまで及ぶとは。己の身に慈しみを欲するならば、そこの社をモーデルがよい。全て奪われてしもうた。奴ら決して許せねえ。獲物さえ扱えれば勝ち迎えたんだ。このような不覚を取るとは。油断さえしなければ猫身を襲うとは。この卑怯者め。よし、これで奴らを追っ払ってやる。技の終わりにて構えを整え、斬新に示せば気力は瞬時に充実する。獲物の扱いは心得ている。畜生、多勢に無勢じゃ勝負にならねえ。うん、はっ、やっ、早く皆に知らせねえと。
このちっこいのおかしなのまで見えてきやがった。よし、ここからなら一矢報いてやる。と取っても誰にもバレやしねえよな。義を貫き果てた侍の後、何時に一時の力添えをなさむ。霊の力を持って己を解き放てば、つかぬ間従前なるあやかしに。やるな。来た気を斬新にて満たせば、気は共鳴し、常世を打ち払わぬ。おめえら気ぃつけろ。この先のあやかしには近づくな。Thank you.
てたものが別のものに変わっておる。不思議なこともあるものだ。加えた霊の力を解き放てば、汝の守護霊カリソメの姿を顕現する。
神聖なタタラバに汚れる。恐ろしや、祟りがあるぞ。